皆さんこんばんは、 MK です。ケイトのカービィプラスパート21やっていきましょう。前回の続きからですね、ウィスピーの森攻略していきましょう。宝物3つと金メダルはここまでコンプリートしているので記録を途絶えさせないようにいきますよ。ステージスタート。これをまずは投げる。でワドルディちゃんが、いや待って、 BGM がBGM がカービィだすごい、一気にカービィ感出ましたね。背景とかもすごいカービィ、ぽーっと扉もカービィだカービィだっつって、別にカービィなんだけどね、このゲームは。なんだけど今までのカービィにすごい近い。うわBGM がすごい、アレンジが素晴らしい。で結構ね、ケイトのカービィプラスはアレンジ BGM が多いですよね。新規 BGM というよりは今までの BGM をなんか、なんだろう、ケイトのカービィっぽくアレンジしてるものが多いような印象ですが、網玉ゲットしておきましょう。で、危ないね。ワドルディちゃんはまあ当たっても問題、ロケット危ない。あー、その弓矢ほんとやめろ。その弓矢を編んで投げる、素晴らしい。ワドルディちゃん、はい、あなたは一旦そっちに行って、BGM が何回でも言うけど素晴らしい。そこか、はい、行けた、素晴らしい。そこ行きたいね。ワドルディちゃんいるから気をつけないといけませんが、危ない。ほいで入っちゃっていい。入るとどこへ行く、また下か。地下好きだね。これ網玉じゃないといけないやつがありましたよ。落ち着け、そのトゲに当たらないように、素晴らしい。でビーズを拾って投げて、これだ、待て待て待て、違う違う違う、これだ、待って待って、違う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 、めくらせて、 OK。 はい、お持ち帰りウィスピー。お部屋にお持ち帰りできる本物そっくりのウィスピーいる、それ、それいりますかね。上、素晴らしい。でこれを投げる。これは引っ張って、あー、これで行くのが正規方法だったのか。さっきちょっと無理やり行っちゃった形になりました、危ないよ。 OK、ビーズもしっかり集めていきますよ。宝物とりあえず一つウィスピーだ。落ち着け、これ引っ張ればいいだけ。おお、泣いてる。そんなに簡単なの今回のウィスピーは。こういって上に行かせてくださいね、ありがとう。入るよ、入っちゃいましょう。下だ、地下大好きね今回。何何何、ピョーンって行って、ピョーンって行って、ピョーンって行って、上か、ピョーンって言って、あー、ゴールの札か。宝物が欲しいところなんですが、どこにありますか。危ない、や、あ、待って、投げる、素晴らしい。でこの下はどうやって攻撃すればいいんだ。ストーンでいい、あ、ストーンでもいいね。ストーンでこう行って、上、どこまで行く。おお、入れるぞ。上だ、宝物じゃないかな多分ですね。これを投げて、待て待て、1個ずつじゃないとダメなの。なんかもっと効率がいい方法がありそうな気がするけどな。こいつか、シャッツを、あ、違うな、ボビンだ、ボビン。待って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 、ビーズを集めつつ行きましょう。シャッツに当たるな、ボビン、あ、あ、当たるなって言ったばっかりだけど、なんとか全部回収で、ボビンちゃんください。 OK、 ありがとう。危ないね、それそれ危ないね。当たらないようにしましょうね。って危ない、トゲ、落ち着け落ち着け落ち着け、落ち着いてください。あー、こっちから行けるんかい、こっちから行けるんかい。待って待って、ほい。で、リンゴテーブル、リンゴのいい香りがするテーブル。なんか食べ物全部リンゴの匂いしたら嫌だな、それはそれで。ストーンでいいのかな、よーし。ね、リンゴのテーブルで食べたら全部リンゴ味になっちゃいそうですが、落ち着け、降りて、危ない、びっくりさせないで。あと CD のみとなりましたが、メタモル能力か何かがあるのかな、これは。ないか。こういって落ち着いいな、危ない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 、君も危ないから本当に。まだ銅メダルなんだよな実は。そろそろ銀にはなりそうですが、ソードか、うわー微妙いな、いや、あー、ソードにしよう、うん、ソードがいいって言われたからソードにします。これに乗って、そっちか。そこに CD がありますか？ありませんか？どっちですか？ここ入るよ。CD っぽくない？はい、上に進んでいく。なんだなんだ？と
とりあえず行くよ。こう行ってこう行って、そろそろビーズで金メダル取るのが難しくなってくるのかな。どうなんだろう。が危ない危ない危ない。オッケー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 。でででででで、ここも端っこにいれば、あ待って、もうなんで落ちた、なんで落ちた。端っこにいれば当たらないから、こうやってビーズも回収しましょうか。落ち着け、当たらない位置にいれば余裕よ。こう行って、どこどこどこ、ゴールの札か。ゴールの札ならいらなかったけど、まあしょうがない。ビーズを大量に集めれたのでいいとしましょう。金メダルまではちょっとまだ、あぶな、違うよ。押した俺今、押したつもりなかったんだけどな。またトゲに当たらないよね、大丈夫だよね。ソードの使い道がいまいちないぞ。どこまで上がる、その辺で終わり。こう置いてこう置いてこうか。まだまだし、あーこいついたね。あいいのか、1回でよさ。あねねねね、ゴルドーちゃんがいっぱいいるよ。落ち着け、こう行ってこう行ってこうだ、素晴らしい。でこれは、おビーズが大量に手に入る。待て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 、いけいけ、オッケー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 。で上だ、素晴らしい。待てよ待てよ、ここでゴルドーに当たったら大変だぞ。待って、それはむずいって。こういって危ねえ。いいぞ、金メダルまで来れたから、もうさっさとゴールさせてくれ。ただハフラフちゃんどうした、何くれるの。ボビンか今度は。いや、ここまでソードで、うわそっちだったな。待てよ、これで CD 取り逃すのだけは勘弁だぞ。いいのか、これ変な方向で行っちゃうと手に入んないのか CD が。そこだな、そこに行きたいです。私はいいですか、こう行ってこう行って降りる。待て待て、降りるんだ私は。で降りる、さすがにこれが CD だと思いますよ。横、まさかの横、え何何何、あった CD がありました。あれが CD じゃなかったらもう俺は何もわからない。上、横、危ない危ないよ、落ち着こう。こうこう、落ち着け落ち着け、こうこうで真下真下真下、シータ素晴らしい。で、CD ですね、グリーングリーンズ。いやー、このグリーングリーンズの BGM がなん、やっぱりね、カービィといったらこれみたいなとこあるよね。マリオといったら地上 BGM で、ゼルダといったらあのメインテーマみたいなとこで、カービィで言うとこれですよね。ビーズはもうそれほど大量に集める必要はないんですが、落ち着け、どっかでやられる可能性も少しあるの。待って、これ2回攻撃するのか、違うな、1回目、あ体力が、あ待って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 、ああった、オッケーオッケーオッケー。ツインウッズだツインウッズだ。こういって素晴らしい。でぶら下がって上、落ち着け、行っちゃっていい、まあ、いいもういいんだよね、だって宝物3つあるし、金メダル、うわ待って、えさらにメタモル、なんで？なんでさらにメタモルになった？何？何？怖い怖い怖い。何何？どういうことどういうこと？もう宝物ないぜ、だって。危ないって。ここに、あったあったあった。ここに来てメタモルがある意味がわからないんですが。なんだなんだ。オーリンゴリンゴリンゴ。待って、そういうことか。お前、ウィスピーウッズだな。ウィスピーウッズがいるぞ。ウィスピーウッズをやらなければならない。落ち着け落ち着け、あのリンゴだ、あのリンゴと、待て待て待て、あの猿、あの猿、あれウィスピューじゃないか、猿か、ただの猿か、猿をやれ。なぜなぜその角度がうまくいかない、なぜその角度だけピンポイントで当てれないんだ俺は。オッケー、上、うーおー、なんでそこが、なんでその地面が隆起するのかちょっと分かりませんが、下か、トン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 、落ち着け落ち着け、当たるな当たるな、変なのに当たってる場合じゃないぞ。ウィスピーがいるわけではないのか。なんだ、危ない、ああだだだ、リンゴ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 、あいつマジ許さんわ、ほんとほんとあいつだけは許さん。やれ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 、なんでやってない、なんでやってない、上上上上、なんでやってない、なんで当たってない、あいつらなんで当たんない。オッケーオッケーオッケー、片方だった片方だった、素晴らしい。なんかね、標準が照準が変わるんだよ。オッケーオッケーオッケー、照準がねほら若干下になるんだよね、ほっとくと。ビーズをしっかり回収して、
落ち着け落ち着け、やめろやめろ、ほんとやめろほんとやめろほんとやめろ、シャレになんないから。よしよしよし、上上上上、よし、素晴らしい。これは落ちたらダメってこと？落ちたらダメって解釈でいくよ。あれ違うな、落ちあ、なるほど、落ちて地面を、待て待て、落ちて地面を隆起させてこれを取ると。まあいいんだけどさ、もう金メダルだし。落ち着け落ち着け落ち着け、来た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 、オッケー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 。これそのまま進んでも、あ、大丈夫じゃないね。壊していかなければならない。待って、何、うーわ、ウィスピーじゃん。この落ち方ウィスピーウッズなんだって。カービィやってる人ならわかんだって。今の落ち方ウィスピーウッズなんだって。落ち着け落ち着け落ち着け、やめろやめろ、ほんとやめろほんとやめろ。離れて打ってれば絶対大丈夫な法則。そんなリリンゴある？そんなリリンゴ来る？そんなリリンゴ来る？やめて、ダメだ、ほんとダメだ、ほんとダメだ、ほんとダメだ、やばいやばい。あ、待って待って、これさ、撒き散らすなら前だ。撒き散らすなら前で撒き散らさんと、どっかに行ってし、やっば、待って待って待って、ガチじゃんガチじゃんお前。待って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 、真ん中、やばい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 、強すぎる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 。ウィスピー、待って、お前そんな強いキャラじゃないだろ普段。やめろやめろ、ほんとやめろほんとやめろ。この辺で撃ってれば、うっ、待って、危ない、いった、これ金メダル、ギリ金メダル。お前そんな強いキャラじゃないだろ、やめろ、いきなりキャラ変えてくんの。ここだ、ちょっと遅いかな、ちょっと遅いかな。これはいいんだ。前回のもう前回見た人いるかな、前回のさ、やつおかしかったよね。絶対金だったのに金じゃなくなったんだもん、あれ。はい、なんとか宝物3つと金メダル、維持できました。クランクのステージワッペンを見つけたよ。ほう、クランクを使えば何が起こるんだ、どうやって使うんでしょうか。このアニメーションみたいなの毎回ちょっと楽しみなんですよね。はい、クランクで、なんだ、お、マドルディちゃんが出てきた。くる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 回って、おー、いいね、それも面白い演出だ。で、何でしょうか、ステージ名をください。はい、のっぽっぽタワー。のっぽっぽタワーということ、高いの、まあいいや、やるか。のっぽってね、なんか高い意味だと思いますけど、何が高いんでしょうか。はい、チャレンジスタート。待って待って待って、待って待って、風が吹いてる風が吹いてる風が吹いてるけど、あっち取りたいよ、あれあれ取りたいけど、取れる、こう取れんくねえか、取れんくねえか。あ、 BGM がBGM が素晴らしすぎる、さっきから。なんなんだ。こっちこっちこっち、危ない危ない。待てよ、なんか考えた方がいいな。上から行くのか、あれ。BGM がもう素晴らしすぎて危ない。こっちですこっちです。ここで風を使ってこっち取れるんだな。なるほどなるほど。で、上、あ、危ない、お前らやっといた方がいいな。落ち着け落ち着け。待ち針の方がいい説もあるけどな、遠いところに攻撃できるから。待て待て待て、これは切れたりはしないのか。じゃあ進むぜ。この下か、あ、入れるぞ。宝物の一つ目かとは思いますが、なんだ、落ち着け、これを引っ張って、なんだなんだなんだ、やめろやめろやめろ。おお、進め進め進め、進んで、落ち着け、シャッツを落としとく。で、ありましたね、一つ目の宝物がありました。はい、ビルディングの本棚、バラバラに入れた本を一巻から綺麗に並べ直してくれる棚、それは素晴らしい。それは普通に俺が欲しい。よーし、で、戻りましょう。いや、いいな、漫画とかね、まあ私結構ね、そういうとこは綺麗に入れるんですけど、なんだ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 、この風が吹いてない時に行かないと意味ないな。はい、風が吹いてない時を狙っていきます。あー、ぶね、今乗れるんだ、そこそこ乗れるのは初耳、アップね。落ち着け、 BGM に聞き浸っている場合ではないぞ。素晴らしいんだが BGM アレンジが、そんなこと言ってる場合じゃないな。でもな、針に落ちたらとんでもねえことになるぞ。落ち着け、落ち、あー、もう落ちないようにするって言ったばっかりだけど、か、カービィさん、カービィさん、落ち着いてください。一回、一旦落ち着いてください、カービィさん、カービィさん、カービィさん、やばいやばい、ほんとガチじゃんお前、ガチでガチ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 、やめろ、待って、ガチ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 、なになになに、あー、待って、うーわ、結構逃したよ今、やめ、ちょっと待って、ハマってるハマってるハマってるって、なんでそんな逃した今ので、え、
今見てる人分かんなかったでしょ、なんで俺がこんなに今ここで逃したのか。俺も分かんねえから、なんで今俺ここであんな逃した。まあいいや、今までのがなかったぐらい初心者でしたが、落ち着け。ここを取って、ここを取って、上行かして、上先に、そこでもいいや、じゃそこ行かしてくれ。ギリ、あー、なんで風が吹いたんだ、逆に。待て、あ、危ない危ない。そう、今のはこういった方がいいですね。あー、うわー、危ねー、今のは危ねー。こういって、落ち着け、待て、風を見るんだ。ここはいいだろう、ここはいいだろう、落ち着け。風、あー、もう、待って、結構むずいぞこのステージ。こういって、あ、やめろ、あ、待って、あ、オッケー、で、結構こっちから行った方がいいのか。こっちから余裕ぼっくいて走ってった方がいい説あるぞ。待って、それ当たるんだ、ちょっと待って、むずい、このステージ思ってるよりむずい、皆さんが思ってる数倍むずい。あー、待って、これ乗りちゃいます、これ乗らして、で、ここでこっち向きにやっとけばすね、ちょっと早かった。もうなんでこれいける、ギリギリいけてくださいな、ありがとう。難しいんだってば。こっちどこで出るんでしょう。はい、ここで、あ、待って、なんで入った、さっきからおかしいんだけど、なんで出た瞬間入るんだ君は。はい、あぶね、上、はい、おー、危ねえって、やめろ、落ち着け、やめてって。なんでそこ無限湧きする。こう行って、ここだな、絶対、待って、風でよ。落ち着け、あー、もうゴールの札取れんかった。それで今の風のせいでゴールの札取れんかったもんね。まあいいや、ゴールの札はいいけど、そこの宝物だけは絶対に取り逃してはいけない。風ほんとやめろ。はい、ホットケーキ、たくさん重ねたふわふわのホットケーキ。いきなり普通だな、いきなり普通の食べ物をゲットし始めましたが、落ち着け、こっから OK、 この風に乗って左側へ進む。いいぞ、これ気をつけろ。ちょっとね、ビーズが圧倒的足りてない。ビーズ、あ、もう待って、マジ、とりあえず、あらかた回収した、落ち着け、こいつを倒しておく。で、待って、落ち着け、ここで動くのは良くない。ここで動いてやられた人何人も知ってるよ。ここで動くんだろ、 OK。 で、こっち、こいつを落としておく。フラフラ、待って、あー、ボビン、ここでボムは絶対ちゃう。違う、バカ、ボビン返して、ボビン返して。待って、風によってさ、操作が超絶難しくなってんの、わかる？なんかこの回 MK さん操作下手ではって思ってる人いるでしょ。違うんだよ、この風がやばいんだよマジ。風でね、カービィがね、思ってもいない方向にめちゃくちゃ行くの。ここ違う、バカ、違うよ、ここ、素晴らしい。さっきのでもゴールの札逃しちゃってるんで、どうすっかな、これは、うわー、そっち側じゃん、そっち側に行きたい。あー、危ない、あー、登れるね、カービィちゃん素晴らしい。 CD をどこかで手に入れなければならない。こう行って、落ち着け、そこ乗ろうぜ、 OK。 で、危ない、カービィちゃんがね、思ってる方向と全然違うとこ行くの。はい、待って、シャッツォが待ち構え、卑怯では、卑怯すぎでは。上か、上きつくねえか。ビーズをね、ちゃんと取っていかないと、さっき落としまくったからダメだぞ。危ない、無理。これ取って、いいよ、ビーズを集めてこう、しっかり集めてこう。スカフィーちゃん、マジでやめて、今回だけは勘弁して。これを、オッケー、そうやって使えばいいのか。これでボムを持っといた状態で、待って、オッケー、いいぞ。ボムを持った状態で風船でいれば、いざという時に使える。落ち着け、そっちゴルドちゃんいる。でもそっちゴルドちゃんいるってことは、そっちが正解説もあるんだよな。
そういうことだよな、そういうことだよな。落ち着け。ここ上、待って待って、上でボム作っといて投げる、ボム作っといて投げる。いいよいいよ、だんだん曲がってきたよ、コツが。てかこれどっちみち行けたんだな。どっちみち行けたっぽいですが、待て待て待て、それはガチ、そいつガチ。オッケーで、ゴールの札はいいとして、銀まで来たぞ。銀まで来たけど、ゴールのあのでっけえ札、でっけえ札ってか、あの星5の札か、星5の札を逃しちゃってるんで、ちょっとねちゃんと集めないとこれ無理だと思う。うわきついこと言うな、またまたきついこと言い始めてんね。危ない、待て待て待て、いけるいけるいける、素晴らしい。でこれをめくって OK、 バタービルディングの CD 手に入れました。落ち着け、絶対待ち針の方がいい、絶対待ち針の方がいい。よし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 、いいぞ。で銀のギリギリまで来てるんで、もう最後のゴール関係なく金メダルってとこまで行きたいね。落ち着け、待ち針で、倒、あっぶね、ほんと危ない、ほんと危ない。 OK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 、 ほんと危ないからやめろ、ほんと危ないから。待って待って、ガチガチガチ、ほんとやめろ、ほんとやめろ。ここもうゴールでしょ、素晴らしいけど金まで来てんね、金まで来てるから、まあこれはいいとしてもとりあえずやっておきましょう。いやーよかった。途中でめちゃくちゃハマった時はどうしようかと思ったもんね。よーし、なんとかのっぽっぽタワーの、宝物3つと金メダルも入手できました。今のは風車か、風車の、ステージワッペンを見つけましたね。風車、風車って言ってるけど完全に風車ですよねあれ。これは何が起こるんですか。はい、なんだ、空中へ行きましたけど、ワドルディちゃんがふわふわ飛んできたよ。どうしたどうした、あー大丈夫か、雷だー、なんで飛んできたんだワドルディちゃん。あーあーあーあああ、なんで、意味がわかんないそれは。どういうステージなの、黙々の宮殿。ちょっとわかんないな、雷がすごかったけど、もうまあいいや、とりあえずじゃあ次回ここからやっていきたいと思います。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方はぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。